皆さんこんにちは、フルートの鈴木奈穂子です。皆さんのお手元にもこのアベノマスク届きましたでしょうか。実はですね、私のお手元にはまだ届いてないんですが、ちょっとお友達からいただいたので、このアベノマスクどうやって使ったらいいかなっていうことをちょっと今日はね考えてみました。マスクもだいぶね店頭に出回ってきましたけれども、このアベノマスク一体どうしたらいいんだろうって思った時にですね、まあ一つ、まあこれが正しいかなって思った方法を今日はちょっとご紹介したいんですけれども、ズバリアベノマスクの使い方はですね、これが正しいと思います。はい、防災リュックに入れておきましょうということでですね、皆さん防災リュック作ってますか？やっぱり日本はね、地震とか台風が多い国なんで、まあ、一つ作っておいて損はないかなと思います。で、そしてそこにアベノマスクをもうね入れちゃえばいいと思います。今回私は100均だけで買えるもので30点揃えてみました。まず一つ目、スリッパですね。続いて、レインコート。ね、これアルミシート。これ保温とかにもとってもいいので買っておきました。あとはレジャーシートですね。敷いておけます。懐中電灯。これも定番ですね。あとランタン置いておけるタイプ、これはかけておくフックもついてます。とあと怪我しないように軍手ですね、これ意外と大事です。とあとゴミ袋、これ取っ手がついてるんでね、いろいろ使えます。とあとボディシートですね、お風呂入れない時に拭き取りシート。とあとコンパクトタオル、これ水につけると膨らむタオルをちょっと見つけたので買っておきました。あと歯磨きセット大事ですね。あと水が使えなくても歯磨きできるようにシートとかマウスウォッシュも買っておきました。あとアベノマスクを洗濯するために洗濯板が必要かなと思いまして、ちょっとした洗濯できるように石鹸など、そしてあとペーパータオル、このペーパータオルはですね、簡易マスクにもできるので買っておきました。とあと耳栓、アイマスクですね、ちょっとアイマスクは可愛いの買っちゃいました。はい、続いてエアクッションとエア枕、これもねやっぱ寝転ぶのに必要です。とあと非常食でアメちゃんとビスケットですね、賞味期限1年くらいですかね。とあと紙皿、とあとこれプラスチックのコップですね。とあと水を2本と、あとボトルも買いました。とあと携帯トイレ、これでちょうどね30点になります。で、私他にもですね、電池とかモバイルバッテリー、これ私家にめちゃくちゃたくさんあるので買わなかったんですけれども、あと除菌グッズですね、今回揃えた方も多いと思うんで入れといたらいいと思います。あとお箸やスプーンもらいすぎちゃったやつもね、リュックに入れといたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。